まさかの一手にリボク危うし。義援庁官略が戦況に与える5つの影響を考察。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、義援庁官略が戦況に与える影響について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なおこちら本誌ネタ、史実ネタを含むため、気になる方はご注意くださいね。李牧の包囲網から脱出した後、義援庁の攻略に乗り出した飛信隊。彼らの試みは、怪力三人衆らの奮闘によって成功に終わりそうですが、飛信隊らの義援庁奪取は、戦況全体にどのような影響をもたらすのでしょうか。今回は、考えうる5つの影響を挙げた上で、それぞれを深掘りして考察してみました。考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1. 影響1、将兵の士気暴落。義援庁陥落に伴う直接的な趙軍への影響として、まず考えられるのが、兵の士気暴落です。義援戦に参加している趙兵たちは、極めて士気が高い様子ですが、彼らの士気が高い理由は、侵略者から家族を守ろうとしているからでしたよね。それゆえ、守るべき家族がいる義援庁を秦軍に落とされてしまえば、趙軍将兵の意識が勝利よりも家族の安否へ向き、士気が激減してしまうでしょう。反対に秦軍の方は、義援庁を落とせば、趙軍に対して一矢報いたことになりますので、包囲戦で萎えかけていた士気を、ある程度回復させられると考えられます。義援庁陥落で趙軍の士気が下がり、逆に秦軍の士気が上がる事態になれば、兵力差に苦しむ秦軍にとって、士気を脱する、千載一遇の好機となりそうですよね。2. 影響2、兵糧不足。次に考えられる、義援庁陥落の影響として、趙軍の兵糧が不足する事態が挙げられます。今回趙軍は、歓喜を確実に打つべく、31万もの大軍を動員していますが、通常の戦なら、兵糧の準備や戦地への輸送に膨大な手間とコストがかかるため、国内の兵力に余裕があったとしても、これほどの大軍を投入するのは難しいです。しかし、義援戦の場合、趙軍の戦略が、秦軍を国内へ誘引して撃つ、というものだったことから、彼らは開戦前に、戦場の近くに存在する趙軍の拠点へ、前もって兵糧を用意しておくことで、大軍動員に伴う兵糧問題を解決しようとしていた、と考えられます。ここで注目すべきなのが、趙軍が兵糧を置いておく場所ですが、包囲戦の戦場付近に城は存在せず、拠点となりそうな場所は、赤嶺と義安しかありません。そのうち赤嶺は、秦軍が開戦前に占拠し、城内を調べた結果、何も見つかっておらず、趙軍が兵糧を隠している可能性は極めて低い、と思われることから、彼らが大軍を維持すべく用意した兵糧は、義援城にあると考えるのが妥当でしょう。つまり、趙軍にとって、秦軍に義援城を奪われるということは、大軍を動員し続けられる期間が、大幅に短くなったことを意味するのです。とはいえ、今回の趙軍は、行へと侵攻した時の秦軍とは異なり、自国内で戦っているわけですから、彼らの食糧問題は、簡単などから兵糧を送ってもらうことで解決可能です。しかし、31万人分の兵糧ともなると、手配するにも膨大な手間と時間がかかるため、その間、趙軍の動きは大幅に制限されることになるでしょうね。3. 影響3、戦の長期化。また、戦況への重大な影響として、戦の長期化が挙げられます。現在、義援庁を攻めている飛信隊には、ほとんど戦力が残っていないため、彼らは城の制圧後、しばらくの間、義援庁で籠城するつもりだと推測できます。本来、趙軍からすれば、侵攻してきた秦軍を敵本国から孤立させたわけですから、籠城されても、彼らが義援庁を包囲し続けるだけで勝負がつくはずだったのですが、影響2で挙げたように、趙軍が義援庁内に、31万人分の兵糧を備蓄していた場合、膨大な食料を利臣らに奪われることになり、敵に兵糧攻めが通じなくなってしまいます。そうなると、趙軍は義援庁を力ずくで奪い返すしかないわけですが、彼らの当初の戦略が、野戦での包囲殲滅作戦だったことを鑑みると、今の趙軍には、長梯子や水乱車などの空中戦装備がない可能性が高いため、大軍をもってしても、義援庁をすぐに奪回することは難しいでしょう。結局、
兵糧を準備したり、工場専用の装備を整えねばならないことを踏まえると、義安戦は、李牧の目論見通りに短期間で終わらず、長期化する可能性が高そうですね。4. 影響4. 戦力の分散。また、見過ごせない影響として、趙軍が戦力を分散せざるを得ない点が挙げられます。包囲戦後、趙軍は、ほぼ全ての戦力を、秦軍の追撃や退路の封鎖に当てていますが、義安城が落とされたとなれば、彼らは四方を奪回するために、相当数の戦力を回さねばならなくなります。李牧が義安城奪回にどれほどの兵力を割くのかは、まだわかりませんが、少なくとも、義安城奪回に兵が動いたことで、趙軍の包囲戦が縮小されるでしょうから、その分、どこかへ移動中だった漢騎たちが、目的地へたどり着ける可能性が増すでしょう。他にも、包囲戦の規模が小さくなれば、力押しでの突破が比較的容易になるため、王翦軍が李信らの救出のために動く場合、義安近郊へたどり着きやすくなります。こうして、飛信隊が義安城を落とすことで、友軍が動きやすい状況が生まれると考えると、義安城陥落は、趙軍への目くらましという、大不幸になりそうですよね。5. 影響後、各界の追求。また、ここまでの戦況を見るに、そろそろアウトのあの男が動き出すかもしれません。義安戦の策は、李牧が歓喜を打つべく、入念な準備を整えた上で実施したものですが、大軍の動員や、それに伴う装備や食料の捻出、加えて徹底的な情報封鎖を行ったことで、趙は開戦準備のために、多額のコストをつぎ込んだと推測できます。にもかかわらず、李牧は戦の本番で、肝心の歓喜を打ち漏らす低堕落であり、その上さらに、大都市、義安を敵に奪われる大損害を出してしまったわけですから、たとえ最終的に歓喜を打ったとしても、総大将である彼の責任追及は免れないでしょう。政敵である各界にとって、李牧の失態は、彼の足を引っ張る一大チャンスですので、義安城陥落の知らせが簡単に届いたタイミングで、各界が李牧の責任を声高に叫び、行戦の時のように、簡単からの支援を絞って、彼の妨害をする可能性があります。妨害の程度によっては、食料不足で趙軍が31万の戦力を維持できず、多数の兵を帰還させねばならなくなって、義安城の奪回や歓喜の追悼時に、苦労することになるかもしれませんね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。